さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、昨日言ってた駄菓子の購入品を紹介していきたいと思うんですけど、昨日の夜ちょっとリトルと駄菓子パーティーを先に開催してしまいまして、まあ、動画も撮ればよかったんですけど、2人ともお風呂上がりっていうかもう寝る感じの格好をしてて、で映画とかも見ながらだったので、ちょっとたくさん食べちゃったんですけど、まあ、残ってるものまだまだあるので、1000円分買って残ってるものがあるので紹介していきたいと思います。私が買った中で残ってるものが、まずこれですね。じゃーん、大好きなノムチョゼリーです。これはリトル と2本ずつかな買ってて、私は昨日1本食べちゃったんですけど、これめちゃくちゃ大好きで、箱買いもしたことあるぐらいで本当に大好きなゼリーです。これ笛ラムネ、これピーピーして遊ぶのも好きだし、味も好きで買ったんですけど、これおもちゃが入ってるんですけど、今回はこのぐらいのブラシが入っておりました。小桜餅っていう、これなんていう名前かわかんないけど、多分小桜餅でいいのかなっていうやつです。これも大好きで、青りんご味もあったんですけど、私はこのさくらんぼ味にしました。なんかちっちゃい頃からこうなんかこう列で食べるんじゃなくて、適当な場所でこう食べてくのが好きで、こういう食べ方をしております。ちっちゃいもの、これがアップルサワーっていう、中にミンツみたいなのが入ってるものになります。まあ、これパッケージも可愛いので、これは食べないでおこうかな、迷っております。あと10円のこのプリンチョコと、あとこれ20円だったんですけど、ミニオンのチョコバナナチョコです。これも美味しいです。これね、昨日ね、あのペペロンチーノを買ったんですけど、それとセットでいつも飲んでるメロンソーダ、フレッシュソーダかの粉ジュース、これまだ飲んでないんですけど、どうしようかなって感じで、これめっちゃ気になって買ったの、この瓶ラムネってやつです。これちょっと食べてみようかな。いただきます。中に、はい、パウダーみたいな、ちょっと手に出してみよう。こんな感じでラムネパウダーみたいなのが入ってます。しかも大量にね。これはこんな感じ、ちょっと食べかけなんですけど、めっちゃ粉が入ってます。まさかのストロー入ってた。食べ方違うわ。これ後ろにここがちょっと薄くなってるから、ここにブスって刺して、こうやって粉を吸うらしいです。これ好き。リトルが買って残ってるものも紹介しますね。まずさっき言ってたノムチョゼリー、あと同じソーダ、あと私も買って食べちゃったんですけど、この麦チョコ、これもすっごい美味しくて大好きなんですけど、これと、あとこれも好きなの、人参、なんかね、ポン菓子が入ってるんですけど中に、これもめちゃくちゃ美味しいです。さすがに今回福島で食べまくりの食べまくりしちゃったので、さすがにあの千葉に帰ってね、ちょっとセーブしたいと思います。東京とか千葉とかでもこう駄菓子が買えるスポットとか、こんなここにいっぱいあるよみたいなスポットがあれば、よかったら教えてくれたらなと思います。まだあの見たことがないので、まあ、探せばあるのかなとは思うんですけど、ぜひぜひ皆さんが知ってるところでおすすめな場所があったら教えてくれたら行ってきたいと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。